Witam wszystkich bardzo serdecznie w szóstym odcinku serii Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 2. Dzisiaj, jak wiedzieliście, w poprzednim odcinku przyjęliśmy misję. Póki co idziemy do głównej bramy, spotkać się z pozostałymi członkami drużyny. I wyruszamy na most Tenchi, gdzie mamy spotkać się ze szpiegiem Orochimaru. To jest szpieg Sasori'ego rzekomo, ale wśród ludzi Orochimaru. サイか、こいつ誰かに似てると思ってたけど、サスケに少し似ているような気が。そんなにジロジロ見ないでください。ぶん殴りますよ。てめえはいちいちムカつく言い方しやがるな、こら。別に悪気があるわけじゃないよ。こういうキャラ位置を狙っていこうとしているだけだから。やっぱてめえはダメだ。すっげえムカつくってばよ。おいおい、隊長を前にしていきなりそれはないだろう、ナルト。犯人は信頼とチームワークが大切だってカカシさんにも教わったはずだ。こいつはカカシ班の班員じゃねえからだ。俺たちカカシ班のもう一人の班員はサスケだ。こんなやつ俺は認めねえ。いや、僕もそっちの方が気が楽だよ。木の葉を裏切り、弱いくせに力ばかり求めてオロチマルの元へ走った。そんなオロチマルと同じようなゴミ虫野郎と一緒にされたくないからね。二人ともそこまでだよ。これ以上の言い争いはなしだ。でもこいつは、まったく、そんな調子じゃ今回の任務は成功しないよ。確かにこの班は即席の班で、互いのことを知り尽くしているわけじゃない。でもね、任務は必ず成功させなくてはいけないんだ。目的は4人とも同じなはずだよ。わかるか。はい。さあ、それじゃ天地橋に向けて出発だ。みんな仲良くね。なるほど、ダメ。みんな、ちょっといいかな。目的地に到着する前に一つやっておきたいことがあるんだけど。やっておきたいこと？前にも言った通り、今回の班は結成して間もない上に互いをあまり知らない。だからここは実力を確認するために一つ手合わせをやっておこうと思ってね。手合わせですか？これから二人一組のバディを組んでもらって、チームプレーでの模擬戦を行う。チームはナルトとサイのチーム、そして僕とサクラのチームの2つ。ゲよろしく。この手合わせを通して君たちの戦い方を把握させてもらう。チームの連携は任務の成否に関わることだから、3人とも気を抜かないようにね。了解。よし、それじゃ始めるよ。Na właściwie czym walczymy z Yamato, którą na pomocy mamy Saya. O, to tak.
つ。これじゃ出してきます。欲しかったね。ゲレ。ちくしょう。なるほどね。さっきので二人の実力がよくわかったよ。さえ、お前、仲間って言葉知ってっか。知ってますが、それが何か。なんでもっと援護しなかった。お前の援護があれば。援護があれば隊長を倒すことができましたか。それはどうでしょうね。あの時の君は明らかに冷静さを欠いていた。そんな人に肩入れすれば逆に僕にも危険が及ぶ。んだと。個人能力の低さを人のせいにしないでください。今回の失敗は君自身が招いた結果です。お前なんか仲間として認めねえ。サスケ君ならどうしましたかね。君をかばいながら戦ってくれたでしょうか。君からしたらカカシ班の仲間ですからね。里を裏切り君を傷つけた人を仲間と呼ぶのならね。その仲間を救うためなら何だってやるさ。お前とだって組んでやる。ナルト。さ、手合わせは終わりだ。そろそろ先に進もうか。あ、はい。Dobra, wyruszamy dalszą drogę. Zaczęła jeszcze. Tutaj miałem iść wskoczyć do sklepu jakiegoś coś. Kupić tych. Drogę leczniczych, ale kurczę. No to nie, gdzieś po drodze będzie jakiś handlarz. Bo tutaj co starczy tego. その天地教会。よし、ここで休憩を取るよ。それじゃ自己紹介してもらおうか。名前と夢とか、まそんなのだ。名は内葉サスケ。嫌いなものならたくさんあるが、好きなものは別にない。それから夢なんて言葉で終わらす気はないが、野望は一族の復興とある男を必ず殺すことだ。
サスケ。一つ気になることがあるんですが。何？なぜ彼はサスケ君のことをあんなにまで。ナルトはサスケ君のことを兄弟みたいに思ってるから。あなたにも大切な人っているでしょ。だったらその気持ち少しはわからない？いや、全く。え？僕にも兄と呼べる人がいたけど、その人が死んだ時僕は何も感じなかった。それどころか一体どういう顔を作ればよいのか、それすらわからなかった。それじゃあまるで。そう、僕には感情ってものがないんだよ。サイ、ヤマト隊長、救急はもういいだろ。ああ、そうだね。さあ、僕らも行きましょうか。サイ。何です？私、あんたがサスケ君の悪口を言うたびに殴ってやる。でもそうしなかったのは、ナルトがサスケ君を救うためなら、サスケ君をバカにするあんたとでも組むって言ったからよ。あんたがどんなやつだろうと、サスケ君を救うためならあんたを傷つけるわけにはいかないから。さくらさん、君はナルト君に、優しいっていうのかな。こういうどうしてそんな感情が湧いてくるのか僕には分かりませんが。何やってんだよ、早く行こうぜ。さくらちゃん。No, to mi dalej. Czy my blisko jesteśmy? A, jesteśmy w celu właśnie. さて、ここからが任務本番だ。みんな準備。返してもらっちゃうね。よし。よし。それじゃあナルトたちは物陰に隠れていてくれ。まずは僕がサソリに変化して情報を引き出してみる。緊急の際は僕が合図を送るから、その時は一斉に出てきて援護を頼む。わかりました。そろそろか。お久しぶりです、サソリ様。こいつは5年ぶりですね。薬師カブト、こいつが暁のスパイだったのか。尾行は大丈夫です。ただあまり時間をかけるわけにはいきませんが。では手短に聞こう。オロチマルのアジトの場所とウチハ・サスケの情報をくれ。アジトはいくつもあって、居場所がバレぬよう一定期間ごとに各所を転々と移動しています。今はここから北にあるアジトに潜伏していて、そこにウチハ・サスケもいます。そうか。では次は僕がいただく番ですね。すぐに例のものを渡してください。僕もこれ以上ゆっくりはしていられません。あなたとこうしていることがオロチマルにバレたら僕は消されてしまう。分かった。限界だな。もうここら辺でやるしかない。面白そうな話ね。私も会話に混ぜてもらえるかしら。オロチマル、
その装束懐かしいわね、サソリ。兜をつけてきたのか。何、少し礼を言おうと思ってね。あなたが送り込んでくれたその子、すごく重宝したわ。まずいな、これ以上は迂闊な行動はできない。僕がオロチマルを引きつけます。サソリ様はその援護を。カブトがオロチマルを引きつけている間に一度距離を取るか。バカ、バレていたのか。最初からバレバレなんだ。どういうことだ。カブト、お前は暁のスパイのはず。僕がいつまでもあいつのスパイでいるとでも。オロチマルの術に落ちたか。いや違うな、僕はただオロチマル様のお考えに共感しただけさ。己の意志だ。さて、そろそろ後ろにいる子ネズミ3匹ここへ呼んだらどう。全てお見通しってわけか。また君か。幾度か見た顔ね。九尾の子もいるみたいだし。サスケを返せ。返せはないだろう、ナルト君。ずれてるよ、そう。サスケ君は望んで我々の元へ来たんだ。引きずりすぎだよ。男のくせに未練たらしいね。サスケ君のことが知りたいなら力ずくで私から聞き出してみなさい。できればだけど。持ち上がれナルト。おっと、ここから先へは行かせないよ。カブト、あんた。オロチマル様はナルト君と遊びたがっているんだ。邪魔をしたらすぐに消される。いや、ちょっと違うか。あの二人の戦いに僕らが入り込む隙なんてないというのか。私、オロチマル。なんでだよ、なんでそんな風になっちまったんだ。お前は。俺には俺の道がある。俺はオロチマルのところに行く。Okej, więc walczymy z Orochimaru. Skosi asonde ageru. Sasuke o kaishi agare. Sasuke potem. A cholera. Poza tego nie chcę. A? Teraz drugi, tak? A sobie wario. これでどう。
その道と私のサスケ君以下ね。俺の前で自分のものみてえにサスケの名を口にすんじゃねえ。この子dużo tych węży. Przed tym jak się miałem bronić? Zgodnie się na racjonalu. Tak, najwięcej z niego uderza. No wszystko. Węże idą, lecą tak się jedną stołą. Dobra. Będzie coraz więcej lecił. Nawet nie sposób wszystkie zniszczyć. O kurde, nie wiem. そうきたか。
そうだ、それでいい。お前の心をわしに預けろ。さあ、わしとお前の力を見せつけてやれ。Orochimaru został pokonany. Sobi wa koko made. Kaman, kaman yo. Watashi ni wa Sasuke-kun ga iru. このチャクラはまさか。どうやら決着がついたようだね。え、早々にオロチマル様と合流しなければ。カブト、サクラ、カブトは後だ。今はナルトの元に向かうよ。どういうことです。どうやら最悪の展開になっているようだ。そろそろか。ナルトはこの先だな。急がなくては。いないんです、どこにも。サイ、ついに動き出したか。だけど今はそれどころじゃない。これは、ナルト、ナルトなの。やっぱり予想通りだ。キュービの封印が解けかかってる。ナルト、あんた一体どうしちゃったのよ。サクラ、慌てるな。でもナルトが。大丈夫だ、こういう時のために僕がいる。え、僕ならナルトを元通りにできるってことさ。ヤマト隊長が。とにかくナルトを抑えないと。援護を頼む。はい。Nie walczymy Yamato. Dla Naruto, 4 ogonów. 戦闘開始。
O, kurczę. Akcja potrzebna. Te wolne, nie? Oj, King załatwił sprawę. よし、今だ。火影式自刃術、攪乱一点筋。なんとかなったか。ナルトは大丈夫なんですか？ああ、なんとか九尾のチャクラを抑え込むことができたよ。抑え込むって一体どうやって？僕はオロチマルの実験体だった頃があってね、そこで初代様の細胞を埋め込まれたんだ。ヤマト隊長が初代様の細胞を？初代様は美獣を意のままに操ることができた。だからその能力を受け継いだ僕は今回のようにナルトの力を鎮めることができるんだよ。そうだったんですか。あのサイのことなんですけど。サイのことはもう分かってる。え？まあそのことは後で説明するよ。そろそろナルトも目を覚ます頃。ナルト！あれ？さくらちゃん。俺ってば、なんで。よかった、本当に。ご無事なようで何よりです。なかなか楽しい遊びだったわ。これからどうします？一度アジトに戻るわ。ん？私に何か用かし。君はナルト君と一緒にいた。はじめに言っておきます。僕は敵ではありません。僕はとある方の指示によりあなたと交渉しに来ました。何を言うかと思えばその話。何を根拠に信じればいいの？それはおかげ直轄の暗部、その構成員のリストです。
そんな超機密書類まで持ち出してくるとはね。いいわ、信じてあげましょう。どうも。それで私と交渉したいとか言ってたわ。はい、ここで話もなんだからアジトで聞くことにするわ。ついてきなさい。やはりね。ね、サイが。ああ、前々からサイの行動は不審な点が多くてね。だから僕の分身体を見張りにつけていたんだが、どうやらサイはオロチマルと組み、彼らのアジトに向けて出発したようだ。あいつ一体何考えてんだってばよ。見張っている限りサイは個人的な理由で動いているようではなかった。じゃあなんで。これはまだ推測の域を出ないが、サイには五代目とは別の主がいて、僕らとは別の命を受け行動していた。そしてサイの主とオロチマルの目的と利害は一致すると考えれば。でもオロチマルと組んでまで一体何をしようとしてんだってばよ。おそらく第二のこの葉崩し。そんな。何にしてもこのままサイを放っておくのは危険だ。僕たちもすぐに彼らを追うよ。よし。Dobra, mamy dalszą drogę. W kierunku kryjówki Orochimaru. O, sklepik. Nie? Coś tyle. No dobra, najpierw zapiszę. To kończymy ten odcinek, który był długi. Więc zachęcam do subskrypcji kanału, zostawienia łapki w górę, jeśli się podobało. No i do zobaczenia w kolejnym odcinku, w którym to pójdziemy do kryjówki Orochimaru. Póki co trzymajcie się, hej.